今日から俺は YouTuber 海洋水の担当のひきだりんです。はい、佐藤です。今日は中高年でもできるフットワークを紹介していきたいと思います。いきましょう。じゃあまず5つ紹介しようと思うんですけど、最初のステップ、まあ一番スタンダードのステップなんですけど、これをどうすればいいかっていうのに、最初に縄跳びをやります。縄跳びを用意してもらって、ただまっすぐ跳ぶんじゃなくて、ちょっと構え、自分の利き足を下げてもらって、前後ろ前後ろっていう感じで縄跳びを跳んでもらいます。ちょっと待って、佐藤君、利き足。お前、ちょっと、なんか違うなと思って。こんな取り方したことない。まあ、普通に、構えなくても、最初はこれでもいい。これをできるようになったら、縄跳び置きます。置いてもらって、さっきの取り方を縄跳びなしでやってみます。で、これをだんだん足幅を広げていきます。そうすると、スタンダードが最初にしたステップになってます。これでもう完成です。出てますね。次、2個目が、ピボットターンやります。ピボットターンなんですけど、ボットダウンは前足軸で切り返すって横に移動するステップ、フットワークなんですけど、前足軸で、自分の右側、ボトダウンか左側に回す。左。こっち。そうです。前足は動かさなくていいんで、かかとを軸にしてもらって、そのまま体重をよく回す。と、ひぼとかできます。yeah. OK です、こんな感じです。いいですね。で、次3つ目が、切り返しです。まず最初やります。切り返しは足を構えしてると思うんですけど、それを逆構えにしながら自分の内側、こっち側に移動していきます。やってみます。切り返しは切り返しを横に移動する。切り返しながら横に移動する。そう。切り返して移動する。そう、いいです。ちょっとごめん。切り返しになります。次、切り返しが終わったら、次、内回り。やります。内回りは前足を相手の内側に入れてもらって、そこから、後ろ足を持ってくるように逆ですね。逆でした。前足を入れてもらって、そのままこっちに持ってきます。その時に少し頭、体を曲げながら移動すると、相手の攻撃を避けながら移動できるので、いいです。そうです。相手の内側に入れてから倒す。そうです。 OK です。で、次5つ目は、ムーンウォーク、勝手に自分が言ってるだけですけど、をやろうと思います。これはさっき3つ目でやったヒポットターン、2つ目かピボットターンを応用してステップをたくさん踏むやつになります。まず構えてもらって、最初は前足でピボットターンやってたと思うんですけど、これを後ろ足でピボットターンやります。後ろ足軸でピボットターンやります。で、その後前足を一度下げます。で、今度前足でピボットターン。それを速くしていくと、ヒポッターンを速くしていく。むず。もう一回、後ろ足？前足を
こっちに持ってくるんで、ま、後ろ足でボタン。で、前足下げる。ボタン。そうです。それを、キレよく速くすると。そうです。いいですね。いきますよ。せーの。OK。完璧です。これがフットターンの応用ムーンウォーク。これを、シャドウの中で。やっていけば、よりかっこいいシャドウができると思います。実践ではちょっと使えないです。そんなんは言わんねん。じゃあそれをちょっと全部交えてやってください。交えてシャドウをやりました。一言お願いします。フットワークってとても楽しいのでぜひやってください。うーはい、同じ中高年でも簡単にできるフットワークのいろいろ教えていったんですけど、これを使ってもらえれば肌から見てもかっこいいシャドウとか軽快にシャドウができると思うのでぜひ使ってみてください。ゆっくり行きながらスロー再生も YouTube できるので、それも見ながらやってみてください。以上で、中高年のフットワークでした。ありがとうございました。フットワークってとても楽しいので、ぜひ